かっこいいホイールだ。はい、皆さんこんにちは。今日は大したことはやりませんけども、この横についてるワークライト、本来は白に光ります。ちょっと光らせますか。寒い。ちょっと中に入って、これいきますよ。これが本来の色ですね。白に光ります。これをちょっとアクリル板を使ってオレンジに光らせたいと思います。まあ適当に切ったアクリル板がまあこれなんですけども、これをちょっとはめて、これ簡単に結構うまくはまるので OK かな。そして後ろもはめて、ちょっと雪が当たるな、寒いぞ。はい、 OK ですね。これで光らせます。もう一回私入って、よいしょ。これおお、オレンジですね。だいぶオレンジだ。フォグランプとかやっぱり黄色とかオレンジに光らせた方がやっぱ見やすいですよね。なのでちょっと今やってみましたけども、あ、結構オレンジですね。どうでしょうか。ワークライトは、まあ、こんな感じですね。ぼやんとしてるのでちょっと暗くなってるかもしれないですね。こっち見ると結構明るいんですけども、まだ周りが明るいのでよくわからないんですけども、暗くなったらもう一回点灯してみて、見たいと思います。はい、だいぶ暗くなったのでちょっともう一回見てみます。いいですね、オレンジ。なかなか明るいと思うんですけども、ワークライトの方はこんな風に光ってますね。結構ぼやけてるんですけど、ちょっとだいぶ暗くなってるのかな。肉眼だと結構明るいんですけども、暗くなってるかもしれないですね。もう一回ちょっと撮ってみます。今こうですね。あ、どうですか。撮ると白の方が明るいかな。まあ見やすさはやっぱオレンジの方がいいと思うんですけどね。どうしようかな。このアクリル板うまく切り出してちょっと簡単につけれるんで、まあ、用途によって、使えるようにしていこうかな。はい、ちょっと検証しました。それではさよなら、また会おう。